つもご視聴ありがとうございます。ゆっくりこすずです。ゆっくりまみぞうぜ。本日は早稲田大学2021年度卒業生の就職先ランキングを発表していくよ。総合職、栄養職、女子一般職などすべてを含んだ数値ぜ。ではでは、発表していきましょう。第19位大和証券、日本生命保険、第18位りそなグループ、第16位三菱電機、ソフトバンク、第15位国家公務員総合職、第14位日立製作所、第13位 NEC、第12位三井住友銀行、第10位 NHK、野村総合研究所、第9位みずほフィナンシャルグループ、第8位東京都職員一類、第7位国家公務員一般職、第6位日本 IBM、第5位東京海上日動火災保険、第4位アクセンチュア、第3位楽天グループ、第2位 NTT データ、第1位富士通。ここまで、2021年度早稲田大学の主な就職先ランキングでした。よろしければ、チャンネル登録、お願いいたします。